はい、こんにちは。ガレージセールの店長青山です。本日ご紹介するのはレインスプーナーのアロハシャツです。こちらはですね、プルオーバーのものではなく前開きのものとなっております。そしてタグがですね、女性が水着を着ていなくて、まあ刺繍で乳首のついているものとなっています。これまあレインスプーナーの年代の判別の一つなんですけれども、この形はですね、だいたい1970年代くらいのシャツということで、レインスプーナーの古いものがお好きな方はお探しのタグだと思います。最近ね、なかなか珍しくなってますんで、昔のアロハシャツお好きな方はぜひ実物をご覧になってみてください。それでは本日は以上になります。失礼いたします。